マーク・ウィス・ラフェイエット・ゴードンは、明治時代の日本で活躍した、アメリカンボードのアメリカ人宣教師。カンバーランド長老協会の教職者ゴルドン、ML ゴードンとも表記される。1843年、ペンシルベニア州ウェインズバーグで生まれる。ウェインズバーグ大学を卒業、アンドオーバー神学校を卒業する。さらに、ニューヨークで医学を学ぶ。 1872年8月6日、カンバーランド長老協会ペンシルベニア仲介にて暗視を受ける。1872年11月、妻リンダと共にアメリカンボードの宣教師として来日する。オラメル・ギューリックと共に大阪の川口より基調に着任する。ゴードンは自宅で英語塾をはじめ30名の日本人が集まり、 1873年3月より、日曜礼拝を始めると12名の出席者が集まった。キューリックが神戸に転任すると、ゴードンが説教を受け持った。しかし、ゴードンは乱病にかかっていたので、神戸に治療に行ったり、静養をしていた。1874年5月24日、ゴードンは、高木原神、安田さんオラ5名に洗礼を授け、 横浜から平井千次郎が転入して、梅本町公会が設立された。元合津藩士、山本角馬に出会い、信仰に導く。1881年5月1日には、山崎ためのりの友人、片桐清二に洗礼を授ける。1877年に、京都に移り同志社営学校で進学を教えた。1899年に、アメリカに帰国し、 翌1900年11月4日にマサチューセッツ州で死去57歳没日本キリスト教歴史大事典296ページありがとうございます。